はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の2点間の距離丸1をお送りします。で、前回からね、空間ベクトルが始まって、これ2本目なんですけど、で、今回と次回の2本で2点間の距離についてやっていきます。で、今回はポイントも含めて全部で4問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回の空間ベクトルのスタートの時もちょっとね、話をしてるんですけど、これの前に平面ベクトルやってきたでしょ？で、平面ベクトルで使ってた公式とか計算に、ほんと似たようなこといっぱい出てくるんですよ。で、例えば、この2点間の距離もそうで、今回ね、一応ポイントは作ったんだけど、これまで前回と同じです。考え方としては。その平面ベクトルの時とね。で、どう考えるかっていうと、平面ベクトルの時は、まあ、平面のベクトルじゃなくてもね、普通に関数って、関数とか、あれだね、まあ、関数でいいか、とかでもいいんですけど、例えば、z がなくって、a の座標が x1y1。で、B の時が X2、Y2 になってる時、2点間の距離どう出すかっていうと、どっちからどっち引いても構わないんだよ。構わないんだけど、多分公式の時は、こっち引くこっちになってるので、X 座標を引いて2乗、Y 座標を引いて2乗、それを足してルートなんだよね。これが2点間の距離のルールじゃんか。で、これも全く同じです。それがただ Z が増えただけって。なので、公式を書くとすると、ちょっと後からとね、消えるんで、先にルート書いちゃいますね。長いルートになりますけど、まあ一応 B から引きます。だから、X 座標を引くと、X2 引く、X1 で書きますけど、X 座標を引いて2乗、プラス、Y 座標を引いて2乗、プラス、Z 座標を引いて、2乗して、全部足して、ルートつければ OK だよっていう。発想の仕方は同じね、基本的には。平面の時とね。まあね、まあ、ベクトルベクトルって言ってるけど、まあ、ベクトル出てきてないんだけど、まだね。出てきてないけど、まあ、こういう感じで考えれば OK だと。なので、それを使って解いていくと、まずこれ、2点間の距離ね、A と B が出てると。で、こうやってがっつり書いてももちろん構わないんですけど、やっぱりね、前回も言ったように、このぐらいの問題は、できればこうスピードをね、サクサクっとやってほしいので、まあ2点間 AB を求めたいと。で、AB イコール、どっちから引いても構わないです。固定してくれれば。例えば、ここは4引く2とか、いうやりは、B から A ってね、ちゃんと引いてくれればいいので、で、今回こっちから引くと、4引く2で2でしょ。で、2乗するから4。3引くマイナス1。だから4になるんで、2乗すると16。マイナス1引く3なんで、マイナス4。2乗すると16。だから、こうなって、こうなる。まあ、引き算ぐらい暗算でね、絶対できるので、暗算して2乗って書いて、これでやっていくといいですね。で、これは、ルート36なので、つまり6だよっていう。ね、これで終了です。で、3番は片方原点にしました。で、原点の時は、もう、4引く0、マイナス2引く0、2引く0、全部しなくてもこれと同じやんってなるから、その時はもうこれの2乗して、全部足せばいいよっていう問題。だから、OA イコール2乗して16、2乗して4、2乗して4でルートをつけると、つまりルート24になるので、2ルート6とね、こういう風にやってください。で、その2点間使ってね、よく出てくる問題が、まあ、3点座標が指定されてると。で、それを頂点とする三角形 ABC ってどんな三角形ですかって聞かれる問題で、これに関しては全部の長さ、まあ、3辺だね。A、B、B、C、C、A を全部計算して出してください。そしたら絶対解けるから。で、出していくと、ちょっとね、めんどくさいですけど、頑張りましょう。まず AB からね、こことここなので、まあ B 引く A でいきますか。ルート、引くとマイナス1なんで2乗して1。引くと3なんで2乗して9。
引くとマイナス2なんで2乗して4、つまりルート13だね。 AB はいて、でこのままいきます。ちょっと待って、これ CA 入るかな。あ、 OK だね。で BC なんで、まあ C から B 引きますか。引くとマイナス1なんで1プラス、引くとマイナス2なんで4、引くと0なので一応書くか、0で、ルート5です。ラスト CA、まあ、どっちから引いても構わないですけど、一応まあ A から C 引きますかね。引くと2なんで4プラス、引くとマイナス1なんで1プラス、引くと2なんで4、ルート9です。で、ちょっとこれあえてね、3って直さずにこのままいきます。で、3辺出ました。で、基本的にこの問題、正三角形もしくは二等辺三角形、直角三角形のどれかです。で、正三角形はもう全部長さ同じだからパッとわかるでしょ。もう正三角形って書けばいいし、二等辺三角形は二つね、同じ長さが出てくるので、例えば AB と BC が同じ長さだったら AB イコール BC の二等辺三角形って答えてください。これ二等辺三角形だけだと減点もしくは×になります。必ずどこの長さ、どこの辺が同じなのっていうのを書いて答えてください。で、今回何かっていうと、あれ、俺これ計算間違ったな。あれ、どっか間違っているこれ絶対見てる子に怒られる。これ14だよね。気づいてよかったけどごめんなさい、14だわ。はい、失礼しました。今何年やと思って、ね、で、これ結論から言うと直角三角形なんです。直角三角形で、どう考えるかっていうと、直角三角形って、あの三平方の定理の時にやったように、こうなってたら、ここの2乗イコールここの2乗プラスここの2乗が使えるじゃんか。で、これそれぞれ2乗するとルート外すだけなのね。だから14と5と9っていうパーツになります。で、組み合わせると5+9=14になるでしょ。つまりこれって AB の2乗、ここね、14は BC の2乗プラス CA の2乗が成り立ってるんです。これの2乗、14は5+9、成り立ってるでしょ。なのでこうなってる。では、直角三角形ってことは分かるんだよ、これが出てきたから。で、あと気をつけなきゃいけないのが、どこの部分が直角なのを書かなきゃいけない。さっきと同じで、ただ単に直角三角形じゃダメなの。書くどこが直角なのかっていうのが欲しいので、これね、図で書くといいです。今ね、まあ、書き直そうか。で、どう書くかっていうと、まあ、簡単に適当でね、フリーハンドで、ちょっとね、フリーすぎましたけど直角か、直角三角形書いてもらって、ここが2乗スタートでしょ。 AB2 乗イコールになってるってことは AB が斜辺なんだよね。つまり、まあ、どっちでも構わないんで AB になってるってなったら、ここは C もう固定じゃんか。つまり各 C、まあ、自分はね、各 ACB って書く人ですけど、各 ACB が直角ってことが分かったので、各 ACB イコール90度の直角三角形と、これで OK になります。だから、さっきの二等辺もそうですけど、必ず書いてください。どこが直角なのか、どこが二等辺、まあね、同じ辺なのかっていうのを書いた上で答えてもらえたらいいなと思います。さっきすいません、このやつ普通に足し算間違えましたけど、失礼しました。では、今回は高校数学数 B の二点間の距離1についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初も話したように、もう一本取ります。二点間の距離。で、次はポイントなしの問題演習だけとなっておりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。